はい、どうもです。親父の晩御飯の時間でございます。朝昼晩御飯の時間ですね。今日はヤオコーセットですね。ヤオコーで買ったコウミドリ、これをね、焼肉のタレ、唐辛子ニンニクのチューブのやつで、プラスニンニクだけのチューブのやつで炒めてあります。下にはキャベツが敷いてあって、枝豆がめっちゃ食べたくなったんでね、そろそろね、枝豆が恋しい季節になってきてると思うんですけど、で、ヤオコーさんのね、自分で焼く餃子ね、今日結構いい感じで焼けたわ。色合いもいいと思う。多分動画で撮ってもあまり焦げてるとかって感じはしないんじゃないの。少しね、強めに焼き色入れちゃうともう焦げて見えたりしちゃうんだけど、餃子からいきます。いただきます。昨日餃子の話しててめっちゃ食べたかった。うん、最後この鶏から出た油を餃子にかけて、チー油で焼き色つけた。素晴らしい。で、鶏肉めっちゃ切れた。買い物動画で言ったんですけど、100円ショップで砥石を買いまして、包丁研いでたのよ。うん、で試し切りするのが欲しくて鶏胸買ったんだけど、めっちゃ切れたわ。スパスパいった。うん、マジンガ。ご飯がちょっと少ないんでね、キャベツの方でかさ増ししております。うん、少し多めのタレで炒めて、キャベツの千切りにね、美味しいタレがね、ジョバジョバです。うん、最近ね、ほらブックの日もクーポンが解約になっちゃったし、青箱なんかもね、なかなか掘り出し物もなくて、なんか楽しみ的なものがね、ゲームもとりあえず今のところはオホーツク町だから、ゲームもやってないし、食べることぐらいしかちょっと楽しみがないのがさ、もう少し趣味をね、見つけないとやばいんだけど。枝豆どれにしようかな。まあ言ったけど、豆が大きいやつとか3個のやつはね、後で食べるようにしてる。うん、2つ入りで身がちっちゃいやつとか1個とかがあると、これなんかデカ盛り作れそうだな、この容器。とりあえずこれ皮入れとくけど、皮？枝豆の皮？うん、ちっちゃめのを食べて、あとで。枝豆うまい。ダメだ、しばらくこれがきれいに取れない。
餃子もうまく焼けたわ。ちょっと時間もたついちゃったからね。うん。なんかでもゲーム1本買ってもいいかもな。ドラクエ10もやりたいんだけど、オフライン。結局オンラインでやらないと。オフラインだと2章ぐらいまでしか今のところね遊べないみたいなんだよな。でもネット環境がないからオンラインっていう感じでもないしな。なんかドラクエやりたい。先日スーパーファミコンのドラクエ6やってて、もう最後のダンジョンまで行って、レベル上げしてたんだけど、ちょっとダンジョンの下見してたら、あの強いレベルでね、前回クリアしたやつ、昔にレベル80ぐらいのやつ、でラスボスのとこまで行っちゃってさ、せっかくだからちょっとボスもどんな感じだったかやってみようと思っちゃったのがダメだったね。クリアしちゃったのよ。うん、エンディングはちょっと流しながらクリアするつもり、ちゃんとクリアするつもりだったから流し見してたんだけど、ダメだ、モチベーション下がっちゃったわ。結局ドラクエ6閉まっちゃったわ。枝豆美味しい。うん。ドラクエ11もね、3DS 版クリアしたんだけど、クリア後のやつをね、そんなにがっつり遊んでないのよ。やっぱり画面ちっちゃくて。だから大きい画面で遊びたい。でもプレステ4プレステ4版はね安いんだけど、スイッチ版がまだね、3000円ぐらいしてんのかな。買えないでいる。もうお腹すいちゃったからさ、下準備しなかったから少し胸肉硬いな。
ャベツがうまい。この焼き鳥のタレとタレがジュクジュクになってマヨネーズと相まってキャベツがうまい。うん。ニンニク唐辛子プラスニンニク入れてるからね、よりニンニク感はある。スタミナつくって感じ。もうちょっと私の中でホーナー炒めの味付けはね、完成してはきてる。辛さもちょうど良くなってきた。色がちょっと薄いんだけどね、お弁当の動画見ると。あとは豚バラが安くなるのを待つだけ。うん、やっぱりお値段30円ぐらい上がったけど美味しいな、ヤオコの餃子は。うん、ここ柔らかい。もう仕事しながら今日何食べようかなとかって悩んじゃってるからな。帰って何やろうかなじゃなくて、何食べようかなってなっちゃってるからやばいんだよな。今季節の変わり目でもあるし、大体職場が同世代が多いからさ、誰かしら体調壊したりしててさ、原因が分かんなかったりとか、かわいそう。まあ私も言うほど良くないけど、米足んねえわ。量的にはキャベツの千切りでかさ増しできるけど、餃子なんて絶対白飯だもんね。私白米で食べたい餃子は、チャーハンで食べる人もいるし、私自身もそういう時あるけど、なんか贅沢感が出てきちゃう。チャーハンという完成されたものにさらに餃子を合わせるという。うん、メニューが、枝豆も美味しいわ。お、ってことでこれにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。それではまた。バイバイ。